ありがとうございます。ヒロのママさんからご祝儀いただきました。ご無沙汰してましたけど、その後おかわりおまへんか。え、なにないふん、あ、そら結構でありがたい。これだけうまいことほんまにべんじゃらしといたら、少々下手でも気にすか愛はないぞ。ただいま修行の真っ最中で、ご期待通りに読めないけど、下手ならあるから上手がわかる。下手は上手の飾り物、枯れ木もお山のにぎわいを勝手に捨てる、もうものじゃない。節が巻きつきゃ花が咲く。じゃあ追い分け秋田でおばこをさろえ、渡ればおけさぶし、佐渡はよいか住みよいか、打たれしられた佐渡が足日だと信濃の病よ、春は朝倉の花いかが、秋は紅葉の錦を流し、粋な三竿に命をかけて、木曽の夏でも寒い、よい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 、あまたみよはあまたみよは、あらあああああ、かすあれど私の生まれた河内の里は東よ。霞たなびく死に城、大南高の河内野に歌い出された一節を弾む太鼓やギターの音に、やれよやれよと努めましょう。ほらよいとこさっさのよいやさっさ、伺い述べますお噂は、慶応
やつ伊勢ぬえ名高い高知山で真偽と正の花たちる男に吉の物語悪性ながらああもう悪性ながらも勤めましょうほらよいとこさっさのよいやさっさ伊勢の神戸の長吉は親の代から持っていたがよおいおい早くなぜどっかいせい甲信山のおならわわわわわありおくわながのあの遠くしろに宿取りされて殴り込み思ったけれども長吉にゃあんはんはみいいいうち集めて五十に足らずあの男には千人あばりとても勝てないこの喧嘩恥は忍んで徳次郎に頭を下げて頼んだら腕で奪った高知山田がよおいおいあいやこらぜどっこいぜそれをどう返してほしければないさ腕で返せと跳ねつけられて回しがっぱに三度が咲きキラの港にやってくるキラーにきちん顔色悪いが長吉よ心配もとでもあるのなら話してみろよ水臭い言われて神戸の長吉が兄弟こういうわけしかしながらもなあにきちここまで来たとき気がついたすいて好かれて三月前晴れてふふもうめでたい聖域に俺も座って降りながら笑ってくれるなおたやよよほいほいあやこらぜどっこいぜ市販に迷った長吉にゃがいさそれさえ思い出せぬほど途方に暮れた秋今日も決して中に入ってくれるなと俺のお力になってくれと無理な頼み
はするつもり。俺とお前は都政の上の兄弟分よ。相手のあの徳次郎はお前にとっては義理の兄。毎日喧嘩になった時からあの女の心から誘う気が飽きても俺に免じて目をつめり知らぬふりをばしてほしい。毎日喧嘩になった時からあの女のとこから誘う気が飽きても中白を思いいいのをああ中白思いの男泣きほらよいとこさあのよいやささてもこの場の皆様よこの先まだまだやりたいけれどちょうど時間となりましたお聞きうるしい息その中をようこそんだ成長賜りました熱く御礼申し上げ本日この場の皆様方のあえてそれでは皆様さようなら。どうもありがとうございました。2日間お騒がせいたしました。また来年までよろしくお願いいたします。